外観6階モール部分からの景色6階。出発ホールプラットホームテルアビブセントラルバスステーションはイスラエルのテルアビブにある主要なバスステーションである。テルアビブセントラルバスターミナルとも言う。同市の南部に位置する。この駅にはエゲットバス車、コネックス車、スーパーバス車、メトロポライン車の都市間路線が乗り入れるほか、ン車、カビム車の市内、郊外線も乗り入れている。 この駅は世界で最も大きいバスステーションである。建物面積で23万平方メートル、敷地面積で4万4000平方メートルである。1967年12月14日に建設が始まったものの、建設業者の経済上の問題から建設途上で中断してしまった。 約20年間の建設の中断の後の再開を経て1993年8月18日に開業した。なお、最近になって10階建てのオフィスビルをバスターミナルの上部に建設するという当初の計画に基づいてこの駅を拡張する計画が持ち上がっている。7階に及ぶ利用者向けのショッピングモールがあること、また1000以上の店舗、レストランがあることが特徴。 全7階の建物のうち3フロアのみがバスターミナルとして用いられている。メインエントランスは4階の北、東側にある。4階のプラットフォームからは都市内路線の一部が出発し、駅北側の建物街のリビンスキー通り上からもローカル路線の一部が発着する。また乗り合いタクシーも同階の駅東側の建物街から発着する。ほとんどの都市間、バス路線は 6階の北ウィングの出発ホールから出発する。7階部分は北ウィングはグッシュ、ダン方面の地元路線用。南ウィングはガリラヤ方面の都市間路線用となっている。7階の両ウィングは完全に分離されている。低層部分は計画では地元路線用の部分であったが、現在は事実上放棄されている。3階と5階は店舗用であり、 半数以上が空き店舗となっている。このバスステーションは、イスラエル鉄道のテルアビブ母がな駅の近くに立地するが、両者間は直結していない。このバスステーションは構造に問題があることで知られている。一部のフロアには、たどり着くことが困難な場所があり、地図や建物内の案内が不十分なため、建物内の移動は難しいとされている。このステーションは、 よくないデザインの同意語となってしまっている。ステーション内部には品合群が設置されている。ありがとうございます。